こんばんは、金美館通りの藤村です。今日は切り抜きチャンネルについて思うことというお話をしたいと思います。今回はね、本当にちょっと藤村の個人的な雑談という感じなので、いつもの動画とちょっと違って、まあ、カジュアルな感じで話をしたいと思います。最近ですね、切り抜きチャンネル、普通の YouTuber にしろ VTuber の切り抜きにしろ、もう飽和状態っていうくらいたくさんありますよね。中にはこのチャンネルは自由に切り抜き動画を作ってもらって構わないです、許可も必要ないですって公言しているチャンネルもあるので、そういったチャンネルは戦略的にそうしてたくさんの切り抜きチャンネルを作ってもらうことで知名度を上げるっていうことに実際に成功していたりもしますよね。ただ藤村のチャンネルはそういうご自由にどうぞって公言をしているわけじゃないので、時々ですね、切り抜きチャンネルを作ってもいいですかっていう連絡をいただくこともあるんだけど、そういった方とはやり取りをした上でお任せをするかお断りをするかを判断しているっていう感じです。基本的にはそれまでに VTuber の切り抜きチャンネルの経験があって、それを見せていただいた上でお返事をしているんですが、中には今回初めて切り抜きチャンネルを作るっていう方もいて、それだとこちらもね、判断ができないのもあって、現状はほとんど全部お断りしているという状態ではあります。というのも、切り抜きに関してはね、結構いろんな方から登録者数増えるし知名度も上がるから絶対やった方がいいですよって言われたりもするんですが、藤村はその登録者数が増えるっていうメリット以上にいくつか思いつくデメリットの方が気になっちゃうので、まあすごい慎重にはなっちゃうんですよね。まず藤村もあれなんですよ、結構切り抜きを見るのは好きです。可愛いなって思うような VTuber さんとかいても、配信が2時間とかあったりするとそんな全部見れないですから、切り抜きで面白いシーンとか可愛いシーンとかが流れてくると、それを見に行って、それで切り抜きを見ただけでその配信者さんを知ったような気にはなったりするんですが、ただその切り抜きで知って、切り抜きをいくつか見て、 VTuber の何々ちゃんすごい可愛いって思ってても、実際その何々ちゃんのチャンネルを見たことがあるかって言われると、まあ登録はしたけど実際は切り抜きしか見てなくて、そのチャンネル自体は見たことないなーとかってなっちゃってるんですね。もちろんね、切り抜きから存在を知ってファンになって、切り抜きじゃなくて本家の配信を毎回見るようになりましたっていうパターンも全然いっぱいあるとは思うんだけど、藤村みたいになんかもう切り抜きがあるから本家見る必要ないなーみたいになる人も、まあそこそこいるんじゃないかなって。そう考えると、切り抜きで登録者数を増やしたところで再生数や同説が増えないんじゃ意味がないかなとかって思うんですね。収益よりも知名度を上げるっていうことが大事だったら、それも全然ありかなとは思うんですけど、藤村個人としては事務所や箱に入ってるわけじゃないし、知名度よりは収益の方が大事っていうのは自分の中ではっきり答えは出ています。あともう一つの大きなデメリットとして、まあ切り抜きチャンネルをいろいろ見てて思うのが、タイトルやサムネで過剰にエロを強調したり、いわゆる釣りっぽいタイトルやサムネにして、とにかく目立って再生数を稼ぐみたいなのが多いじゃないですか。例えば「何々は何々なんです」みたいなタイトルで「え、そうなの?」ってびっくりして開いてみると、中身としては「いや別にそんなこと言ってはいないよね」みたいに思うような内容だったりして、それって見た人にとっては切り抜きチャンネルに対してだけじゃなくて、切り抜き元の配信者のイメージもダウンすると思うんですよね。そもそも YouTube ってコメント欄を見ていても時々思うんですが、結構タイトルとサムネだけで判断して中身を見ないで怒ったり不快になったりする人もいるんです。そう考えるとですね、藤村がそんなつもりで言ったわけじゃないのにって思うような、本人の意図と違った解釈や誇張した表現でつけたサムネやタイトルがいろんな人の目に留まったりすると、藤村のチャンネルを見たこともないけどなんとなく切り抜きでこういう感じのタイトルがいっぱい並んでるのを見るから藤村さんのことが嫌いになったっていう人も出てくるかと思うんです。
で、こちらはこちらでこういうイメージで活動していきたいとかいろいろな思いがあるんですけど、切り抜き動画を作る人はやっぱり再生数が最優先ですから、まあそういった意味もあって他の YouTuber さんや VTuber さんの切り抜きを見てると、単にその本家の配信者さんのことを切り抜きの素材としか見てないんじゃないかなって感じることもあるんですよね。中にはちゃんと配信者さんに対する愛を感じるものもあるんだけど、結局現状は割のいい副業の一つとして切り抜き動画が流行っちゃってるっていうのがあるので、切り抜きを作る方としても好きな配信者というよりはバズりそうとか数字が取れそうっていう目線で選んじゃうのかもしれないです。はい、そんな感じでですね、切り抜き動画に関しては藤村が全く意図してない形で藤村の存在が広く知れ渡っちゃったりだとか、何か誤解された形でイメージがついちゃったりするのは避けたいなっていうのがあんまり積極的になれない大きな理由です。結構言葉って切り取り方によってイメージの操作もできちゃうし、前後関係とかを省かれちゃってセンセーショナルな部分だけを切り抜かれちゃったりすると、まあいろいろと誤解もされるだろうし怖いですもんね。あ、でも以前一度あった切り抜きチャンネルに関しては何も問題はなかったです。ただね、なんかお仕事が忙しくなったみたいで休業状態みたいなんですが、特に何かこじれたとかそういうんじゃないので、そこは心配しないでください。それでは今日はこの辺で、お風呂屋さん動画じゃないので、締めの挨拶も普通に。はい、それじゃあみんなまたね。バイバイ。